クリミア半島の付け根とペレコープ地境の地図ペレコープ。地境は、ウクライナ本土とクリミア半島の間を結ぶ、長さ 30km、幅 5km から 7km ほどの細長い地境。地名は、クリミアタタール人の要塞があった村落ペレコープに由来する。地境は西側を国海に、東側をアゾフ海に挟まれている。 ウクライナ本土とクリミア半島との間のアゾフ海は、深いという非常に浅い日型となって東西に長く広がっており、東のアーラバトサスに開いたゲニチェスク海峡でアゾフ海本体とつながっている。深いは非常に塩分濃度が高く、海底には泥が積もり夏には強い異臭がする水域で交通の妨げとなっており、西端にある細いペレコプチ橋だけが通行できる、 場所になっている。深いの東側には深い長音がある海峡があり、現在はここにも鉄道や幹線道路の渡る橋ができている。ウクライナ本土南端のヘルソン州とクリミア半島のクリミア自治共和国の間の境界線はペレコープ地峡の北部を通る。ペレコープ地境にある主な町村はアルメアーン宿市、クラスノペレコープ宿市、 ペレコープ村など、かつて存在したペレコープ市は1920年に戦闘により壊滅し現存しない。地況には道路や鉄道のほか、ドニエプル川の水をクリミア半島へ送るクリミア運河も通り、クリミアへの陸上交通や物流や水道供給の生命線になっている。ペレコープの南では潮を採掘でき、現在もこの地域に、 経済的利益をもたらしている。ペレコープホルイの遺跡。長さ8,475メートルにわたって、ペレコープ地境を横断する、深さ10メートル以上の堀この狭い地境は、戦略的、商業的価値が高く、クリミアを支配した古代ニリシア人植民者や、近世のクリミアタタール人らは地境に、防衛施設として、ペレコープ要塞や、ペレコープホルイを築いており、 しばしば激しい戦いの舞台となった。15世紀には、ジェノバ共和国の支配下に置かれ、後に、クリミア藩国の領土となった。ストラボンはこの地境を、イストゥム、ジェノバ共和国人は、ズハノと呼び、クリミアタタール人は、オルと呼んでいた。クリミア藩国は、ペレコープ地境を横断する、要塞線を築き、その門となる場所にオルカプの要塞を置いた。この要塞は、 クリミアとロシアやポーランド間の貿易やクリミアやオスマン帝国で必要とされる白人奴隷の取引、地境南部で取れる塩の生産で非常に栄えた。一方でウクライナコサックによる襲撃も何度も受けている。1783年、クリミア韓国はロシア帝国に併合されたためペレコープ地境はロシア領となっている。1920年11月、ロシア内戦の終盤。 ピョートル・ブラーアンゲリ将軍率いるロシア軍が立てこもる、クリミア半島に対して、ミハイル・フルンゼ将軍率いる、赤軍南部戦線が、ペレコープ地境と不快を渡るべく攻撃を開始した。このペレコープ地況ーうがる作戦によって、双方が甚大な犠牲を出したが、最終的に赤軍が勝利し、ロシア内戦は終結へと向かい、敗れた白軍と民間人14万は、クリミア半島を捨てて、 国会をイスタンブールへと逃げることになった。この戦いでペレコープ氏は壊滅した。第二次世界大戦ではエイリッヒ・ォンマンシュタイン指揮下のドイツ国防軍を呼び、ルーマニア軍がペレコープ地境を渡ってクリミア半島へと侵入した。1941年9月24日から5日間に渡り続いた戦いでは地境の奥深くまで敷かれた赤軍陣地にドイツ軍は 苦戦したが突破し、セバストポリへと進んでいった。1944年5月9日、赤軍はドイツ軍からクリミア半島の支配を奪還している。1954年にソビエト連邦のロシアソビエト連邦社会主義共和国からウクライナソビエト社会主義共和国へクリミアが移管された際にペレコープ地境はウクライナの領域となった。ありがとうございます。